果実は、ダザイ治の短編小説。1944年に映画化された。1943年4月29日、ダザイの友人の塩月給の結婚式が、目黒画所苑で行われた。ダザイは、身内代わりとなって、結納を納め、式の打ち合わせを行うなど塩月のために、主従尽力した。果実はこの時の体験を素材にして書かれた。なお、 塩月は1948年3月17日にこの世を去っている。結婚式に出席した山木外氏は後年次のように記している。この作品はほとんどが事実そのままの作品で人物もよくつかまれており正確に描かれている。太宰の友人を大切にしている状況が手に取るように見える。今度も読み返しながら友人に誠実であった太宰を もう一度、懐かしく思い出したほどである。大隅中太郎というのは、本名は S という男で、僕たちに共通の友人だから、彼の頭のハゲかのつていることや、言動まで、実に巧妙に正確に映し出されていることがわかるので、ある。瀬川教授は、多少、客色されているが、これは、いぶせますじしである。 本作品は口実するように1944年9月に映画化され、12月上旬には水谷八重子一座によって映画と同じ題名の4つの結婚で上演された。1944年9月28日公開の日本映画。制作は東宝。太宰は同年1月10日から13日まで熱海の三能ホテルで八木隆一郎。 キサラギビンと共に客色に当たっている。ありがとうございます。